ジャンです、元キラボシの星野です。はい。ます。元キラボシ吉郎くんが2023年に食べたお店ベストいくつぐらい？ベスト 10かな、うん、をちょっと紹介していきたいと思います、はい、が、まあマニアックなんでマニアックです。先に言っておくと普通のね、ラオタの人は置いてきぼり、はい、はい、はい、らしいので、まあちょっと覚悟してみてください。はい、はい、はい、まずこれが1ページ目。うん、トン吉。うん、ね、お、福知山、うん、ない。これね、もう、うん、天一の豚骨版なの。うん、うん、ね、あ、うん、それは知ってるんだ。知ってる、知ってる、知ってる。これね、コロナで一回お店閉めちゃったの、うん、あ、そうなんだ、うん、で、復活したんで、うん、行ってきて、もうね、17年ぶりぐらいかな。おぉ、うん、でもう今2代目がついで。あ、そうなの。そう、もう相変わらずドロドロでね、唯一無二なん で、うん、で、あの、物量豚骨とかさ、うん、これ表現するでしょ、うん、それの、もう最高峰が豚吉。あー、もう本当に物量なんだ。そうそうそう、うん、もう天一の、うん、豚骨っていうだけ、うんうん、これでも美味しいね。うん、でも結構そのえ骨粉もザラザラなの？骨粉はあんまりないのよ。匂いないの。あ、骨粉はないんだ、うん、ただドロドロなんだ。そうで、で、旨味はある。あ、そうなんだ。ほんとね、一番近いの天一なのよ。そう、なるほど。絶対行った方がいい。おー、うん、ただ行きづらいんで、うん、だよね、それは知ってる。で、次、とん平、はい、ね、岡山県津山市。これもね、知らない。あ、知らない、うん、ここね、すごいのよ。何、これも豚骨？まあ、うんとね、大阪の流れの豚骨みたいな感じなんで、そんな白濁までは行ってないんだけども、まあ、豚チンタンみたいな、うん、そういう感じで、うん、でね、何がすごいって、うん、ホスピタリティの、うん、もう塊、ね、あ、そうなんだ。もうすごい。まあ、日本一。あ、そうなの。もう誰もがファンになる。もうね、平日とか行っても、うん、オープン1時間前とかで、うん、もう20、30人並んで、マジで。これはあの全国ラオタを辞任するんだったら絶対行かなくちゃいけない。マジで。まあまあ、うん、まあ、これ、まあ、全部そうなんだけど、もうすごい、すごいよ、うん、すごい、とにかくすごいんだから。とにかくすごい、とにかくすごい。なんかね、なんかね、寒いでしょってね、ネギ多めに入れとくんで、風邪流行ってるから風邪ひかないようにねとかね。もうそういう、もう優しい、誰もがファンになって帰る。なるほど、すごい。で、味もいいってことでね、うんうん、で、次、蓬莱軒。もうこれはこれも言ってないね。めちゃめちゃマイナーなんだけど、うん、海沿いにあってさ。福山市ってどこ？福山、あの、広島。広島、うん、うん、広島の尾道の手前、ね、うん、ああ、うん、なるほど。そう、うん、で、なんでここがね、うん、あの、広島市内のさ、うん、上海総本店だ、うんうん、あ、あるね、臭いやつ、うん、もうあれみたいな。あ、そうなの。臭い、臭いのよ。熟成してるね、あの、豚骨。そうなんだ。醤油豚骨。へぇー。ここはいいよ。臭いよ。美味しいし。あ、でもあれもさ、っていうかさ、広島市内のさ、上海もさ、うん、あそこだけなんか異質じゃん。そうそうそう。広島に他にあるわけじゃなくてさ、うん、あそこだけがなんかおかしな匂いさせてるじゃん。うん、おかしな味もそうだけど。うん、そうだね。うん、え、関係あるのかな？どうだろうね。でも、まあ、マジでああいう感じ。あ、そう。うん。おぉ。ここはね、調べて、もらったと思ったマジで。そう、もう全然話題になってない。地元の人しか行かない。知らないもんだって。ぜひ。お、草馬好きなんで、うん、で、竹町ラーメン、これ、ね、これも知らないんだけど、僕これめちゃめちゃうまかったの。下関僕行ったことあるけど、本当にリサーチした時引っかかんなかったな。老舗だよ。でも老舗、うん、老舗、夜からしかやってないんだけど。あ、そう、なんで引っかかんなかったんだろう。結構濃い濃度高い。おうん、し、うん、で、すげえ臭い。へぇ、うん、めちゃめちゃ旨味強いし、うん、ここは絶対行った方がいい。いや、あの、ちょうど、まあ、ちょうどって言うんだけど、北九州とかそこら辺っぽい豚骨なわけ。もっと濃いかな。あ、そうなんだ。うん、で、なんでさ、北九州のさ、例えば小倉あたりだと、うん、夜やってないお店結構ね、うん、有名店多いじゃん、うんうん。だったらちょっと足伸ばして下関行って、ここまで行く。そう。で、駅だと、駅で言うと2駅だから。もうね、食べてもいいと思う。もう行くために小倉泊まってもいいと思う。あ、そう。うん、そんぐらいおすすめ。なるほどね。うん、で、中華そばこび。もうこれも知らないんだけど、これはですね、ね、あの、
高知でね、高知これ、うんうん、これね、高知市内から2時間ぐらいかかるんだよ、ね、車でね。でめちゃめちゃ山沿いをさ、行くわけよ。マジかよっていうぐらいのところにあって、うんうん、で食べたら、じんわりしたあの醤油ラーメンだけど、うん、いや美味しいね。で地元の、うん、地元の人しか食べない山菜の板取りっていうのがさ、うん、メンマの代わりに乗っててさ、食感変わってて面白かった。知らない。そうなんだ、うん、で高知だからこうね、食後にこうふわっとカツオ香ったり、うんうん、いいなって。もうとにかくロケーションすごいのよ。だろうね、多分ね。そう。すごい想像できるよ。高知市内から2時間って相当の場所だろうなっていう感じがするからさ。でもちゃんと味はね、うん。ね、ぜひ。もう。なんか機会あればね、行ってください。高知ないな、機会って。そうなんだよね。ねえ。で、今のが西日本ね。うん、で、これ次、東日本。東。うん。西日本、ね。な、もうようやく食べたことあるお店が出てきたよ。面白いね。これさ、なんつうの、甲州飯店系の中で一番美味しくない、うん、これ。あ、そう、本当に、うん、本当、うん、ちょっと、ちょっと次元違うなと思って。あ、そんなに、うん。香りも、うん。うまみも、麺もいいし。なんかまあ、その、甲州飯店とかさ、福来亭とかと比べると、うんうんうん、なんか、今っぽいって印象がある。今っぽいね。あの、ステンの丼とか。そうそうそう。使ってるし。とかなんか、やっぱ、出汁の取り方とかも、うん、ちゃんと今っぽいのかなっていう、甲州飯店とか多分すごい適当に作ってると思うんだよね。めちゃめちゃ適当だと思う。ね。多分それをちゃんと考えて、作ってんのかなっていう印象。あ、そうだね。うん。うん。美味しかった。うん。で、麺屋醤油、知らないね。これはね、トラ食堂出身のさ、白川ラーメンなんだけど、うん、これね、にゃみさんに教えてもらってさ、うん、にゃみさんあっちの方じゃん。うん、そうだね。もう、ね、行ってみたらさ、うん、これ美味しかったな。もう白川結構回ったけど、ここ一番個人的にね、うん、マジで、うん、え、これ新店なの？新店じゃない、老舗。あ、そうなんだ。そう、え、聞いたことないんだけど、郡山市でも、すげえ外れの方にあるの。それで出てきてないのかな。で、いや、郡山とか僕何回も行ってるからさ、何回もリサーチしてるはずだけど、この店名見たことないもん。あ、ほんと。うん、うん、トラ食堂の直結か、トラ食堂で修業したんだって。あ、そう。これね、うん、あれなのよ、あの最近さ、 YouTube でさ、うん、いうさ、うん、あのなんつうの、東京っぽいラーメンとかね、うん、言ったりするじゃん。俺それさ見ててさ、うん、出汁が濃いのはちょっと東京っぽいかもみたいな感じのニュアンスだったんだけど、俺が思うのは、あの濃い口醤油のタレを、うん、結構醤油そのまんまで使ってるとこが東京っぽい感じかなって俺は個人的に思っちゃう。新しい話、ね、あ、そう、あの香りが、ね、うんうん、あの岡山のさ、天神そば、うん、ね、行ったことあるじゃん、うん、あのしで、そこから出身のさ、近藤行ったことある？ない。ない？うん。中華そば近藤は天津そば出身なんだけど、うん、ちょっとね、東京っぽい感じ。あ、そうなんだ。やっぱ濃い口醤油のタレ、強めのタレ、効いてて。で、ここは。それあれ、その、うん、醤油自体にあんまり火を入れないってこと？東京っぽいの。あ、それもあるし、うん、香りが強い、醤油ね。あ、うん、うん。要するにこっちの鶏水系みたいな、うん、ああいうこう、島崎さんが発祥の醤油を生かしたっていう、うん、ああいうのをやると東京っぽいなって俺は感じる。なるほどね、うん、で、ここはほんともうチャーダレみたいなの。いや、俺そういう方がね、逆にね、こう地方行くとグッとくる。美味しいんだよね、うん、ここ白川ラーメンでもうかなり。あ、そう、うん、はい、なんだ、知らなかった。ぜひ行ってください、うん。次、これ学の屋、佐野市、まあ、佐野ラーメンでさ、食べたことあるかな、僕記憶ないな。あのね、うん、官僚がさ、うん、結構絶賛してて、うん、俺ね、すごい10年以上前に行ったことあるの、うん、移転前にね、うん、確か美味しかったなぐらいしか記憶なくて、うん、で、改めて行ってみたらさ、うん、めちゃめちゃ美味しいのよ。あ、そう。多分ね、好きなやつ。あ、本当に。あのね、普通の佐野ラーメンと違うのよ、うん、なんか、佐野ラーメンってさ、イメージするのはさ、うん、森田屋とか、あと、田村屋系とか、うん、まあ、まあ、そこら辺じゃん。うん、違くってさ、うん、あの、豚骨の、チンタンの出汁を、継ぎ足して、うん、熟成させて、継ぎ足してってる感じ。うん、
もう他の店で例えると、うん、あのペーパンとかさ、うん、あとはいわきのチーナン食堂とか、お知らない、うん、そういうね継ぎ足し系のちょっと臭めの感じが出てくるのよ。へえ、ちょっと違うし、うん、サノラーメンとは麺もね太くてさ、うん、美味しいのよ。ここは佐野行ったら、ね、あそう、他の佐野ラーメン違うから、ね、おお多分好きだと思う。田中農場、これね卵屋さんなのよ。これも知らないね。多分一番みんな知らないと思う、うん、毎週、うん、その養鶏場やってる卵屋さんが、うん、火曜日だけ、うん、ラーメンを振る舞う。ほうで、潰した親鶏で出汁を取るの、うんうん、ああその卵を産み終わった時に、ほんで親鶏のチャーシューとかが上に乗ってるわけ、うん、でなおかつ卵屋だからさ、うん、卵を何個でも入れ放題。へえ、それしかないのよ、うん、であとはトッピングのマスカとかしかなくって、うん、でなんでそのサイトに書いてあったのが、ご飯持参できて、うんうん、卵かけご飯で食べてください、うんうん、みたいなのがあってさ、まあ、これなんでさ、うん、僕知らないんだろうってことさ、なんかすごいネタ的にはさ話題になりそうな感じするじゃん。いいえ、これなんで話題になってないの。すいません、あ、すいません。ラボタなんで知ってるなんかネタ的にはさ、いいでしょ、結構さ面白いでしょ、ね、うん、面白いのに。そう、地元の、ね、やつからね聞いてさ、マジ面白そう、行ってみようって言って、うん、ちゃんと美味しくてさ、うん、ただラーメンは、うん、麺がさ、うん、例えばあのスーパーの生麺っぽいやつだったりとかね、うんうんうん、あもうちょっとこうすればもっと上手くなるのにって分かる。あ、そういう感じ。あ、なるほどね。ただポテンシャルは異様に高い。なるほど。しもうネタとしてもう120点ぐらいいってる、ね、毎週通うだけなかなかハードルがね、そうそう高いね、これね。まあ、スーパー美味しい場所も場所だしさ、うん、そうなのよ。そうなんだよね、うん、でラーメン男盛り、あ、うん、これ僕今日行ったよ。あ、今日行ったんだ。本当に今日行きましたよ。これね、もともと狭山の方があって、で青梅の方があって、ええ、この前に青梅にいたのは知ってるけど、その前狭山なの、うん、確か狭山の方、あっちのね。え、そうなんだ。そうそうそう。で今回東久留米市で3回目かなの移転ね、うんうん、ね、ようやくっつうか、なんか最近になってどん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 美味しくなってきてて。あ、そうなんだ。前はもうちょっとね、醤油っぽいタレが効いてて、うん、で草うまの濃い感じでしょ、あそこね、うんうん、え、そういうなんかそっち系の店出身の人なの。なんかね、うん、田中商店がすごい好き で、うん、で入り浸ってて、おで、そっから、あ、じゃあもう自分で考えて、うん、らしいね。おー、そうなんだ、うん、でもあれであのね味出るのすごいよね、うん、すごいね、すごいすごい。でちゃんと美味しいし、いや、それもさ、うん、なんていうの、長浜ラーメンと二郎系の二本立てっていうさ、なんかのそうなんだおかしなメニュー構成っていうかさ、そうそうそう、ね、でほとんどの人がさ二郎系食べ、二郎系食べてんだよ。そう、ね、そうなんだよ。俺食べたことないの、長浜ラーメンしか食べてないんですよ。そう、あれ逆にさ、僕なんでこの人は長浜をメニュー置いてんだろうって思っちゃったもん。みんなこれだけ二郎系食べててさ、ね、やっぱこう振り切れないのがあんだろうね。あんのかな。うん、美味しいよね。で近くのさ三河屋製麺の麺になって、うん、もうさらに美味しくなって、うん、おすすめなんで、これね、すする君におすすめしたらね、あ、そうなんだ、すげえうまいうまい言って、おうまかったっすってね。すする君は二郎系食べてんの。いや、うん、こっちはトンコツがおすすめっすって言ったら、おうおう、なんでね、ちょっとこれも遠いんだけど、うん、遠いね、遠いよね遠いね、うん、おすすめなんでよかった。これもさ、ほんと知らなかったんだよね。あ、ほんと、なんで話題になってないのと思って。ああ、そんぐらいいいよね。うん、ね、そう、いや、こんな店あんだってほんと思っちゃった。うん、ね、そう、こういうお店ができてきたから、うん、ほんと豚骨をね、もうやめられると思って。いや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 、頑張ってほしいです。ね、はいはい、こんな感じでマニアックはね、僕もねほとんど行ったことないお店だったんで、うん、これ見てるラオタでもねほとんど知らないんじゃないかなと、うん、一部のね、ね、もうクソラオタのためにあげてます。はい、今年できる限り回りたいと思います。はいはい、こんな感じで紹介してみました。また、ん？今あれしょ、ラーメン屋やめて
うんうん、もう完全ラオタ活動してるんでしょ。そう。そうよ。楽しい。え、作りたくなんないの？全くなんない。まだね。まだなんだ。ね、まあ、なるかもしれないし、まあ、ね、まあ、この期間、食べ歩いてんで、また、近々紹介してもらいたいと思います。はい。今日はこんな感じで。では、